さあ、ということで今日もヒットリーグ2023プレートってこと思うんだけど、今日使っていく選手はこちらのゴンサロ・ラモス選手になるんだけど、このゴンサロ・ラモスね、まあみんなもね、結構知ってる人多いと思うんだけど、なんとカタールワールドカップでね、衝撃のデビューというか、まあポルトガル代表としてね、ハットトリックを記録したということで、まあポルトガル代表の史上最年少ハットトリック、ワールドカップのね、ということで21歳でね、ワールドカップハットトリックを記録したということで、まあ非常にね、まあ将来有望な選手になるんだけど、まあ決定力86ってことで、まあ別に特別高いわけじゃないんだけど、俺ちょっと何試合か使ってみてね。まあすごいね、これ逆足精度もね、最高ってことで、まあ結構ね、なんていうの、使ってみた感じはすげえね、点取りやすかったから、まあ今回こちらのゴンサロ・ラモス選手を、まあみんなにね、よかったら紹介していこうと思って動画撮ってんだけど、ね、スタミナも90にあって、90分が走り切る能力もありつつも、フィジカルボリコンも高く、ジャンプも高くて、キック力とかもスピードとかもある程度あるって感じで、まあ非常にね、万能型スラッガーになってると思うんで、まあその、ゴンサロ・ラモス選手を今回使っていこうと思いますと。で、まあ、ゴンサロ・ラモス選手をね、使うってことで、まあ、ポルトガル代表の選手ね、まあ、ある程度多めに採用してみたんで、まあ、そんな感じで早速試合を取っていきましょうかと。さあ、ということで、マッチングしましたよ。フェデラル、リザーブ、ちょっと読めねえよ、バカ野郎。さあ、まず選手としか見ていきましょうかと。おー、いいね、ゴンサロ・ラモス絶好調。これはかなりありがたいね。でも、ラファエルでも、まあ、フェイジョーし、ちょっとキーパーが二人とも不調なんで、ちょっともったいないんだけど、ちょっとエデン・アザール、絶好調ない、スタメンでいって、でちょっとロマンサイズさすがにちょっとマテウス・ヌネスのところ使っていきつつの、まあ、シェシもせっかくないスタメン使っていこうか、まあ、こんな感じで、あ、ルークションもスタメン使っていこうか、絶好調だからね、もうこれで、まあ、やっていこうかな、こんな感じでね。さあ、ゴンサロ・ラモス、ゴリシア、いい返し、まあ、今回ゴンサロ・ラモス選手をね、まあ、積極的に活躍させていきたいところなんで、まあ、とにかくゴンサロ・ラモスに、ね、縦パスを入れていきたいところであるんだけど、ちょっと待って、いきなりラグがちょっと感じられたんだけど、さあ、大丈夫か、さあ、トリピアしっかり切り替えていいですけど、いや、ファーティー使ってる、いいな、ファーティー俺結構好きなんだよな。さあ、サラ、オッケーオッケー、ナイス。さあ、ロマンサイズ、せっかくなんでね、しっかりつけていきますよ。ロマンサイズね、ロマンサイズね、ゴンサロ・ラモスね。さあ、アザル、絶好調、抜け出していきよ。さあ、アザル行く、アザル行く、アザル、自分に行こうか。アザル、自分で行ってんじゃんか。アザル行けるか、アザル行けるか、アザル、いや、惜しいな、アザル、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここはしっかり。いや、ナイス、シューバー。いやー、アドミシューバー、頑張れ、アドミシューバー。ナイス、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここはしっかりとブルのフェレンス使っていくと。いや、ブルの大丈夫か、ペペ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 大丈夫か、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここはしっかりペペ一体対応していく。いや、デンベルクロス上から危ないぞ。危ない危ない危ない、クリアクリアクリア、オッケーオッケーオッケー。さあ、ゴンサロ・ラモスしっかりここは起点になっていく。いや、惜しいな、フェイクス。フェイクス切り替えろ、切り替えろ。縦パスやらせんな、オッケーオッケーオッケー。さあ、ゴンサロ・ラモスしっかりプスバックしていく。さあ、ワンタッチパスをしっかりドゥルークしようが。いや、ナイス、アントニオシーバー頼むよ、オッケーオッケー、繋いでいく。さあ、シンプルこれさえら貼っていこうか。さあ、ここはシエシと、さあシエシ一旦運んでもらって、ちょっと一旦ちょっとボランチ系しよっか。ソロマンサイズからの、さあ一旦サイド広げていく。さあアザールでゴザールがしっかりと脇点になっていく。さあゴンサロ・ラモス使っていく、ゴンサロ・ラモス使っていくよ。さあゴンサロ・ラモス、ゴンサロ・ラモス、ゴンサロ・ラモス、いやゴンサロ・ラモスだよ。さあトリッピアしっかりディフェンスしていく。さあゴンサロ・ラモス、オッケーオッケーオッケー、じゃあブルーの欲しいな。さあちょっと後ろがちょっとどうすぎになってんな、守備かな、これどういうね設計になってるかわかんないんだけど、さあロマンサイズがしっかりサイドはたいていく。さあアザールしっかりここはなんとかドリブルで運んでいく。さあアザールブダテクを使っていく。さあメリックス、さあ一旦サイドはたきずつの、いや惜しいな。さあ切り替えてしっかりこうトリッピアディフェンスしていく。いや惜しいな。さあちょっとなんとかルクション戻れるか、これルクションいけるか、いけるか、ルクション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 、さあペペしっかりとつけていく。オッケー、ペペペペ切り替えて、ペペ切り替えて、ペペペペペペ、あぶないぶない、ブルーのナイス。さあここなんとか残したいんだけど、さすがに無理か。さあロバーツのスローインから試合再開と。お、ナイストルピア、いいね、トルピアしてブルドフレンドだった。さあここはシンプルにシエシ使っていく。さあシエシ、シエシいいよ。さあシエシ謎のドリブルからの、さあゴンサロ・ラモス経由して、さあアザール行く、アザール行く、アザール行く、一旦こうキープしてもらって、アザール一旦キープしてもらって、いやこれ裏抜けてるんだよ、いけるぞこれ。さあロマンサイズ、ロマンサイズ、いやロマンサイズボール出しでかすぎ。さあただしっかりとこうペペがしっかりヘディングしていくよ。ペペ高さあるんでね。さあペペがしっかりフェイクス繋いでいく。フェイクス、フェイクス、いやそこでちょっと失うのはあんま良くねえな。トップ下がいるところで失われるとね、ちょっとチームの士気下がるんで。さあルクショ、いやオフサイドだね。さあアントニオシーバのフリーから試合いいさやる。ちょっとエンペレマジそういうさ、このパスカットのやつマジ性格悪いからさ、死んでほしいんだけどマジで。やばいってマジで、ちょキーパーで言うかこれ。多分止めれるわこれ。オッケーオッケー、ナイスキーパー、ナイスキーパー。さあ、メッシのコーナーキャラ試合再開と。さあ、ここはしっかりペペ高さを見していく。サイレンアザル。ナイスアザル、オッケー、ナイスセット。さあ、そして、ちょっと一旦ゴンサロ・ラモス、フォースプレイ上手いんで、しっかりやっていこうか。さあ、ここはしっかり起点になっていく。さあ、アザルがしっかりフェリックス使っていく。さあ、フェリックス、フェリックス、一旦これちょっとサイレンを叩いていこうか。さあ、いや、シュシュシュ取られ。いや、ちょっとドリブルでかすぎ。さあ、ここはなんとかアントニオ・シーバ代用していく。いや、オッケーオッケーオッケー。さあ、ロマンサイズ。いやー、それ繋がれるのはちょっと痛いが、なんとかルクション繋いでいくと。さあ、ここはシシワンタッチで、ゴンサロ・ラモスからの、さあ、ゴンサロ・ラモス、ここアザールがしっかり繋いでいく。さあ、ロマンサイズ、これアザールシンプル使っていこうか。いやー、アザールって言っただけのフェリックスみたいな人。いや、惜しいな。さあ、ルクション、ルクション。ナイスルクション。さあ、ペペがしっかりと繋いでいく。さあ、トルピア、トルピア、トルピア。さあ、シシシシ、頑張れ、シシ、頑張れ、シシ。いやー、惜しいな。さあ、ただしっかり、ちょっと待って、疲れすぎだろ、ペペ。前半で疲れて、どういうことや。トルピアしっかりフリミさんも繋いでいく。さあ、これシンプル繋いでいこうか。いやー、惜しいね。
サッカーラファエルのキックオフから試合制限で、ちょっと前半でちょっと非常に使用試合になっちゃったんで、ちょっと後半はね、しっかり盛り上げていきたいところであるんだけど、しっかりとシエシュ来てになってきよ、ここがね。さあ、シエシュ来るって待ってけ。シエシュルーレット持ってねえのこいつ。ちょっとさ、俺あんま操作方法正直あんま分かってなくて、上でね、右画面タップして、なんかうまいこと左画面やると、なんかドリブル発動するってことは知ってんだけど、なんかいつ何のドリブルが出るか分かってないから、ちょっとルーレット持ってる選手がいつルーレット出るかちょっと分かってないから、若干そこ不便なんだけど、ちょっとお前ちょっとさ、これパスアンドゴールの時たまにさ、この紫ゲージのパスになるのさ、ちょっと、気持ち分かってくれる人いると思うんだけどさ、それすげえちょっと俺ね、その癖を回したいんだけどさ、シマイケルしっかり上手投げを繋いでいく。さ、ちょっと、フェイクさ、お前、受ける気がねえのか、こいつ、マジ。今のポジショニングがさ、非常にちょっと、いただけないんだけど、さ、ドリピアしっかり繋いでいく。さ、フェリス、今度はしっかり受けていく。さあ、しっかりパスのところシンプルしていこうか。さあ、そしてアザールがしっかりタレパスさせていく。さあ、フェリックス。フェリックス頑張って。さあ、フェリックスしっかり繋いでいく。さあ、ゴサラムス、ラムケからの。いやー、惜しい！ゴサラムス！ストーが来るとゴルキラ試合再開と。さあ、ゴサラムス、いい感じのシュートいけたんで、しっかりここはね、一歩シュート打つとフォワード買うところ変わるっていうところあると思うんで、しっかりね、やっていきたい。ちょっとラグがちょっとキモいくらいあるんだけど、さあ、アントニーシューマしっかり対応と。ちょ、待て。格付けはいくらなんでもひどいぞ。さあ、ルークショーしっかりここは起点になっていくよ、ルークショーね。ルークショー結構こういうところも上手いんで、さあ、ロマンサイズからのシンプルに縦パスからのジョアフェリックスサイド展開と。さあ、シエシここはドリブル運んでいきつつの、シンプルにフェリックス使いつつの、さあ、ゴンサラモスからの、さあ、ゴンサラモス誘うの抜け出していく。さあ、これ、アザル使うんじゃないか。さあ、シュゴンサラモス行く、ゴンサラモス行くよ。もったいね。いや、もったいないね。マジ、普通もったいないね、今。なんか、ゴンサロラモスをさ、俺紹介したいからさ、今、ゴンサロラモスクロス上げたんだけどさ、今、普通にゴンサロラモスの紹介動画じゃなかったら、普通にゴンサロラモス以外で行けたんだけど、オッケーオッケーだよ、トリピア。ペペ。オッケー。普通に今の1点取れたと思うから、若干ちょっともったいないんだけど、さあ、ローマンさえしっかりとこは起点になっていく。ちょっと待って、ラグがマジで、ちょっとさっきからいい加減にしてほしい。さあ、これエレンアザルしっかり起点になっていくさ、アザル。いや、いいね、アザル、謎取りを見せていくさ、アザル一旦ちょっとサイズ、せーの、展開しようか。さあ、シューシューここ一旦運んでいきつつの、さあ、このサーブ使っていこうか、これシンプルね。いやー、トミちゃんいいディフェンスだな、これな。ただしっかりとシューシューディフェンスしていく。いやー、ちょっとこのマンサイズやらしたくねえな。さあ、ルークショー絶対こっち来るよ。いや、ルークショーも疲れてるな。絶好調でここで疲れるってさ、ちょっとあんまりちょっとロマンサイズ、ロマンサイズ、ルークショーちょっと、スタメナない選手あんま好きじゃないで、ちょっと今、どこ、もうフェリックスのさ、立ち位置が終わってるな、マジ。フェリックスも疲れてんだけど、これさ、俺たちのチームちょっとスタメナなさすぎんな、マジで。さあ、これシンプルに、ロマンサイズ使っていく。ロマンサイズ、ゴンサラも使っていく。また出ちゃった、もう。またこの俺のマルクス出ちゃった、マジで。ちょ、マジで、お前らさ、全員疲れてんだけど、これマジで。いくらなんでも疲れすぎだろ、これ。ルークショーないです。疲れてもしっかりディフェンスと。さあ、オッケー。ここはなんとかマイボーか。そもそも出すな。さあ、このロマンサイズのストーリーが、ちょっともうさ、ね、そっちじゃないんだけど、今の。ね、アザールじゃないんだよね、今のね。ちょっと、ロマンサイズ頼むよ。オッケー。ちょっとここはさすがにルークショー止めていくよ。さすがに出るよな。オッケー。さあ、ゴシュマイケルのゴルキラ試合、さあ、いいかいと。さあ、ここがシンプルにゴンサラモスね、期待になっていきましょう。行きましょう、って言っちゃった。さあ、ジョアン・フェリックスからの、さあ、ロマンサイズ一旦サイド広げてあげて、じゃあ、アザール期待になっていこうか。マジでラグやめろ、マジでラグやめろよ。さあ、ルークショーがドリブル運んでいく。さあ、ゴンサラモス行くよ、ゴンサラモス行くよ。何やってんの、ちょ、待って。俺今、ゴンサラモスしか見てなかったから、ルークショー見てなかったのさ、とんでもないプレイしたね、ルークショー今ね。前代未聞のプレイしたんだけど、さあ、ラファエルが上がっていく。さあ、ちょっとここラストプレイ、ちょっともう勝てる試合ではないと思うんで、しっかり最後ね、ディフェンスしていくと。さあ、ということで今回こちらのゴンサラモス選手を使ってみたんだけど、ちょっとね、すごい申し訳ないんだけど、俺さっきFIFA の方のね、実況を撮っててね、ちょっとね、1時間くらいやってたんだけど、もうね、元気が残ってなくて、言い訳なんだけど、本当に元気が残ってなくて、多分試合見てて感じたと思うんだけど、なんかいつもの俺じゃなかったというか、ちょっと様子がおかしかったというかね、明らかにローテンションというか、テンションが低かったと思うんだけど、まあちょっとね、本当許してほしいというか、もうちょっとFIFAの動画結構いい感じできたんで、そこをね、まあぜひ楽しみにしてもらえばいいと思うんだけど、ちょっと今回ね、ちょっとちょっと一落ちみたいな感じになっちゃったから、まあすごい申し訳ないんだけど、まあ今回こちらのゴンサラモス選手ね、まあできればシュート取らせて、点取らせてあげたかったんだけど、まあ、惜しくも取れなかったということで、まああんまりゴンサラモス選手の良さは伝わらなかったと思うんだけど、まあちょっとこういう動画もね、まあたまにはありなんじゃないでしょうかというところで、まあ今回の動画5年で終わったことを思うんで、よかったらチャンネル登録とコメントの方本当にね、よろしくお願いしますということで、まじよかったらね、このコンサルの宇宙使ってください。さよなら。